1年後にはダムの底に沈んでしまう寂れた村だ。そんな田舎を舞台にこの物語は始まる。いよいよ卒業まであと2ヶ月だな。ようやくこの村を離れることができますね。なあなあ、都会に行ったら何するよ。私はやはりいろいろな場所を回ってみたいですね。田舎と違って勉強するための施設も豊富にありますし。なあなあ、都会には
東京タワーとか通天閣とか、あとエッフェル塔とかあるんだろ。見てみてえな。エッフェル塔がどこにあるかご存知ですか？京都じゃね。まったく、これだから西田君は面白いからいいんじゃないか。それにこれからはゲームや DVD を買うために2時間もかけて隣町まで行かなくていいしね。本当に何にもない村ですからね、ここは。そういえばさ、この村ダムに沈むんだっけ？まあ俺らには何の関係もねえんじゃね。どうせ卒業したら僕たちみんな都会に行くんだし。おい、ベル鳴ってるぞ、席につけよ。先生、授業やるんですか？卒業に必要な単位はすでに全て習得済みですよ。進路も全員決まってんだぜ。マジ俺らヤバくね？何を言ってんだよお前たち。これからの2ヶ月はこの学校、この村で過ごす最後の時間なんだぞ。いや、まあ僕ら会おうと思えばいつでも会えるし。最後の時間って言うならそれこそ俺たちの好きにさせてくださいよ。まったく、お前らはバカなこと言ってないで授業始めるぞ。はい。マジ足りんだけど。なあなあ、この後どっか遊びに行かね。行きましょう。気晴らしは必要です。僕行きたいところがあるんだ。予約したゲームが今日発売なんだよ。お前、2時間もかかるゲーム屋に俺たちを連れて行くかよ。止めておいたよ。やべえ、マジかっけえ。好きなことには無駄に熱中症もさ。そういえばさ、俺と西田と辻は大学進学決まったけど、吉野と藤木はどうするんだ？そうだぜ、俺進学だぜ。俺ヤバくね？俺半端なくね？あれ？でも西田って F ランクの大学にギリギリ合格じゃなかったっけ？うっせえよ、受かれば一緒だろうが。確かに大学において重要なことはどこに入るかではなく、入ってから何をするかですからね。ご考察ありがとう、インテリ君。で、吉野はどうするんだ？僕は就職だよ。関西の某アニメーションに内定決まってるからね。すげえなお前。いや、すげえけどお前マジオタクだな。ちょっと引くわ。ありがとう、最高の褒め言葉だ。まあ、好きこそものの上手なれってやつだな。藤木君はどうなさるんですか？俺は歌を歌いたいな。え、歌？ああ、俺さ、時々学校休んでプロの歌手になるためにオーディションを受けに行ったんだよ。それで今回の一次選考で合格してさ。おお、すげえじゃん、おめでとう。まだ気が早いって。ま、この俺の才能を持つすれば次の二次選考も余裕で合格できる。はい、はい、私たちの未来は希望に満ち溢れていますね。これも全部この田舎を離れることができるからだよね。ああ、早く卒業して。お前はさっきからそればっかりだな。
先生、おはようございます。おお、お前たち、おはよう。どうかされたんですか？え、なんか向こうの方見たけど、なんかあんの？え、もしかしてあっちに可愛い車いんの？え、嘘、どこどこ？何を一人で盛り上がってるんだ。別に大した話じゃない。いえ、そう言われると気になりますよ。え、で、可愛い子どこいんのよ？お前は女の子じゃなくて常識でも探してろ。で、先生どうしたんです？本当につまらん話だぞ。大丈夫ですって。実は私、この学校の出身なんだよ。え、マジ？存じ上げませんでした。私はここで生まれ、ここで育ち、ここで学んだ。そして都会の学校で研修生として学び、今度はこの学校に戻ってきたんだ。どうしてこの村に戻ってきたんですか？そのまま都会の大学で働くこともできたんじゃないんですか？確かにな。でも私は自分が生まれた村で、自分が育った村で、自分が学んだ学校で教師がしたかった。しかしこの村がダムに沈み、それがなくなってしまうと感慨深いものがあってな。別に働くところがなくなってしまったわけじゃない。次の職場はしっかりと用意してもらった。しかしなんだな、ここがなくなってしまうというのは私にとって帰る場所がなくなってしまうのに等しいんだよ。先生、すまんな。未来に羽ばたいていくお前たちにこんなつまらん話をしてしまったな。もうすぐ予定がなるぞ。今日はちゃんと着席しとけよ。考えたことなかったな。はい、恥ずかしいことですが、俺たちにとっては何にもない村でも、先生とか他の村の人たちにとってはそれが当たり前で、その村がなくなっちゃうっていうことなんだよね。それに俺たちにとっても何もない村じゃないよ。え？覚えてないか？春には鯉のぼり作ったり、花見で勝手に酒飲んで怒られたりしたろ。ああ、夏は川で泳いだり釣りしたりもしたな。秋には月見や紅葉、冬には雪合戦もしたね。何もないってことはない。ここには私たちの思い出があります。俺たちだけじゃない、今までこの村で生活してきたたくさんの人たちの思い出も。でもそれももうすぐ。なあ、何か俺たちでやれることないか？今までお世話になってきた学校とか先生とかにさ、何をやるかはまだ思いついてないけど。歌を歌おう、俺たちみんなで。やっぱ思いを伝えるなら言葉と音楽だと俺は思う。でも何をするにしたって卒業式までがリミットじゃない？僕はやりたいゲームもあるし、時間的に厳しいよ。無理じゃね。俺人前で恥かくの嫌だぜ。私もです。私、勉強は1日8時間のノルマを自らに課していますからね。でも最後なんだぞ。何か俺たちでやりたいじゃないか。俺たちだけの自己満足じゃなくて恩返しの身を超えてさ。いや無理だよ、俺パスで。私もです。実に現実味を欠いた話です。僕もやっぱり自分の時間は確保したいからね。じゃあね。これからどうする？やりたくないって言ってるんだから、俺たちだけでやるしかないな。でも俺たちずっと一緒にやってきたじゃないか。一緒に回って一緒に泣いて、今までずっとやってきたじゃないか。俺だって5人でやりたいさ。けどあいつらがやりたくないって言ってるんだから、とりあえず俺たちだけでも練習しようぜ。そうだな。
彼らまだやってますよ。よくやるよね。クソマジなってんじゃねえ。この村のことを本気で思っているんですね。やはり私も参加することにします。村で過ごす最後の時間なんだし、何か思い出残したいよね。僕も参加させてもらおうかな。は？お前らバカじゃね？クソマジかよ。私が浅はかでした。この状況下において理論や効率などは問題ではなかったのです。僕も自分の時間なんでこれからどうでもないよ。西田君、あなたもやりましょう。そうだよ、やろうよ。戻ってこい西田。一緒にやろうぜ、今までみたいに。やれかもか、発展しろ。あいつ昔から頑固だからな。でも彼寂しがり屋だから、そのうち戻ってくるよ。これで良いのでしょうか。とりあえずここにいるやつだけでも練習しようぜ。そうですね。そういえばさ、ユニット名とかってあるの？ああ、そういえばこういうのはどうだ。俺たちの学生生活、巡る季節を一年を通して咲き誇る四季折々の花に例えてフラワーライフ。いいんじゃないか。同意します。賛成。でも俺たちの学生生活っていうならそれこそ5人でやりたいよな。戻ってくることを信じて今は練習しようぜ。
結局西田が練習に一度も来ないまま卒業式当日を迎えた。結局最後まで西田来なかったな。仕方ないよ、式が始まりますよ。卒業生代表江崎エイ。はい。卒業証書。以上をもちまして卒業式を。ちょっと待った！この村の最後の卒業生としてこの場をお借りして伝えたいことがあります。何をしてるんだ。そうだぞお前たち、誰かこいつらを止めろ。待ってくれ、どうしても伝えたいことがあるんだ。お願いします。西田来ると思ってたぜ。待ちくたびれましたよ。ヒーローは遅れてやってくるってやつ。これでようやく全員揃ったな。西田、お前もか。お前たち今じゃないとダメなのか。はい、はい、そうか。校長先生、生徒たちの最後の言葉を聞いてあげてください。いや、しかしだな。お願いします。お願いします。わかった、ありがとうございます。僕たちはこの村からたくさんの大切なものをもらいました。村の人たちの愛情や日々の思い出や、そしてここにいる5人の仲間たち、それらをくれた村や人たちに対する感謝の気持ちを込めて歌います。ギフト。お前たち粋なことをしてくれるじゃないか。
ありがとう。お前たちが最後の生徒で本当によかったよ。先生、私は今暴力に感動している。ちょ、今目薬さしてたろ。校長先生、雰囲気ぶち壊しっす。マジかねえよというやつですかね。クソ、俺のセリフ取られた。っていうかお前ら俺の練習した感動がぶち壊したろよ。まあ僕ららしくていいんじゃない。そうだな、これでこそ俺たちだ。真面目にやれ。卒業式はまだ終わってないんだぞ。そして2年後、あれからもう2年か。あっという間でしたね。もう俺たちも二十歳か。早いよね。しかしまさかまたこの場所に集まることができるなんてな。俺たちの卒業式の後にこの村の反対運動が起こってダム開発が中止になるなんて、ほんと信じがたいよね。反対運動様々だな。まったくだな。でもまあ僕ら村を救ったヒーローだよ。確かに考えようによってはそうなりますね。何やともあれ、帰るところがあるってのはいいことだな。ほんとそうだな。おい、お前たち。先生、久しぶりです。お変わりないようで。お前たちもな。今はどうしてるんだ。俺たちは大学で勉強します。法律のこととか経済のこととかね。僕はアニメーターをしてます。俺はミュージシャンとして活動してます。そうか、みんな夢を叶えたんだな。この場所のおかげです。ああ、変わってないようで変わってるんだな。お前たちを見てるとつくづくそのことが実感できる。先生は今どうしてるんですか。私も今もこの場所で教師をしている。お前たちのおかげでな。いえ、私たちはただ。いや、お前たちのおかげだ。今だから言うが、私はこの村がダムに沈むことが決まったとき、教師を辞めようと考えていたんだ。え、どうしてですか。前にも言っただろ、私はここで生まれ、ここで育ち、ここで学んだと。そしてそれがその後の生徒たちに同じようなことが接するかできるかどうか不安だったんだ。こんなことになるんだったら教師にならなければよかったとさえ思えた。しかしお前たちの卒業式の後の言葉と歌のおかげでそれを思い直すことができた。私の道はやはり間違っていなかった、そう思えた。やっぱり出会いってのはいいものですね。そうだな。お前たちそろそろ腹減らないか。そんな時間ですね。よし、今日はおごってあげよう。マジですか。先生さすが。先生サイコパレッス。それじゃここらで一番高くてうまい店に行きましょう。この辺も潤っていい店も増えたみたいですしね。ちょっと待って、お前たち今の言葉取り消しだ。何も変わってないな。人間変わるものもあれば変わらないものもあるってことですよ。せっかくのいい言葉をそんな都合のいい言葉に使うな。向こうに